はい、皆さんこんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで本日もですね、あなたの大好きで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 たまらないシベリア春夫先生です。はい、ということで今日もです ね先生コメント欄がですね、はい、炎上しております。あ、そうなんですね。はい、もうお決まりのですね、はい、先生が出た瞬間からもう、はい、キャーシベリア、はい、キャーシベリア。最近もう大抵シベリアの他にですね、シベリア欲しいって欲しいっていうのが増えてきましたね。どんどん進化してます先生。最低ですねということで先生、今日も張り切っていきたいんですけども、はい、先生のですね、先日出した事情というのがだいぶ売れておりまして、はい、あ、そうですか。はい、大ヒット中でございます。これに伴ってですね、第一作目のルテンというのも出ておりまして、はい、次のですね、お墓の話もですね、控えておりまして、はい、お墓の話が来月頭ぐらいにですね、はい、リリースされるというね、。このお墓の話を読んでいただければですね、これからも先生にお墓の質問がなくなるという素晴らしいシステムになってますね。システムですね、はい、二度と先生にお墓の話は誰も聞くことがない、はい、ね、そうあってほしいですね。そうあってほしいですね、うん、ということで先生、今日はですね、はい、これを見られてる方々がですね、結構こう今辛い思いをしているという方がいらっしゃるんですよ、うん、まあ、今日ここにおいでいただいている方も皆さんもう人生がもうどうしていいかわからない方がこちらに来ていただいてるんですね、うん、だからこう今日ドヨーンとしてるじゃないですか。笑ってますよみんな、すごい笑顔で。本当ですか。ドヨンしてないですか。ドヨンしてないですか。めっちゃ笑ってますね。先生、それはもういい目を持ってますね。あ、そうですか。はい、私にはもう本当にもうこの世の果てのような、え、鈴木保奈美よりこの世の果てな、懐かしいですね、目をされてますけどもね、はい、だってもうこの話をして救急車ですよ先生。本当ですね、すごいタイミングでね、はい、もう測ったかのように救急車が、本当ですね、救急車が止まりません。止まらないですね。あれはなぜかというと、はい、ここに向かってるんです。ここに向かってる、この誰かに、誰かですということで先生、もうどうにも人生がどうにもならなくなった方、この方にですね、先生の珠玉のメッセージをいただきたいなと思いまして、どうしたらよろしいでしょうかね。もう人生どうにもならない、ニッチもサッチもいかなくなってる方へですね、送る言葉、金髪さんお願いしますどうにもならない、はい、どうにもならないと思い込んでるあなたが一番問題だということですね。お、いいですね、いきなり名言きましたね、はい、どうにもならないと思い込んでいるあなたがいるだけなんですね、はい、人間っていうのは、はい、どうやって人格とかパーソナリティが作られるかというと、はい、実は 90% 以上思い込みなんですよ。お、はい、で自分自身はこういう人間だっていうふうに思い込むと、はい、そういう人生が待っているということです。結局世の中で成功されている方とか、はい、また苦労されている方、はい、いろいろいると思うんですけども、はい、実はそんなに起きてることは変わっていないんです、うん、ただ何が違うかというと、日々の意識だったり発想だったり考え方が違うんです、はい、だからそこの考え方を変えていくっていうこと、意識を変えていくってこと、もしくは言葉を変えていくっていうだけでも、おそらく起きてることが同じだけど変わったことが起きたと思い込んでしまうんですよ。それぐらい人生っていうのは単純なものになってくるので、うん、意識発想考え方を変えていくっていうのをやっていったらいいんじゃないかなと思いますね。例えば何々がないってよく言いますよね。言いますね、何々がない、お金がないとか、うん、時間がないとか、はい、恋人がいないとか、自信がない、これないっていうともうないって完結されるから、お金がやってこなくなるんですよ。本当に本当はお金はあるんです。お金はあるないじゃなくて巡るものだから、ただあなたのところにないだけなんですよ。だからお金が巡るようにやってくるためには、お金はあるよね、ここの世界によって、だから巡ってくる自分になるためには何をするべきかっていう風に意識が変わっていけば、稼ぐ自分に変わっていくってことなので、本当はお金はないんじゃない。時間もそうですよね。時間がないっていう人いっぱいいますけども、はい、まあみんな平等に1日24時間なわけですよ、うん、だけど私だけ時間がないっていう風に言っちゃうから、その人だけが時の流れが早くなっていくんですね。だから時の流れが早くなるんですか。そう、早くなるような感じになっちゃうんですよ。だから本当は時間はある、むしろ時間は作るものだというふうに意識を変えていきながら、はい、その無駄な時間はないのかっていう、無駄を省くっていう考え方になっていくと、効率が上がっていって、起きてること同じなんだけど裁ける人になっていくって、こういうふうになっていくわけ。だから全部意識発想考え方で人生変わるのかなっていうふうに思いますけどね。じゃあその意識をどのように変えていけばよろしいですかね。自分自身にないものを持っている人にベタ付きすることなんですよ、はい、そうすると日々の生活を覗くことができるでしょ。何気ない会話が自分の中にない会話なんですよ。そこでそんな発想なんでとか、はい、そこなんでそういうふうに捉えるのって、うん、うまくいってる人っていうのはさっき言った何々がないっていう言い方をまずしないので、その人のそばにずっと居続けることによって癖が移るんです。
でないって言わなくなってくるっていうことですね。じゃあお金に困ってる人結構いらっしゃるんですけど、はい、お金がない人はお金を持ってる人のところにベタ付きするんですね。そうです。ところがお金のない人ほどお金のない人にベタ付きしてるんですよ。間違いないです。だからどん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 その世界に向かっていくし、うん、その習慣が当たり前と思っちゃうから今度はそこにまた思い込みがかかっちゃうんです、はいはい、お金のない人がお金持ちのところにベタ付きするっていうのは相当なことだと思いますよ。勇気もいるし緊張感もあるし、果たしてそもそもそんなことできるのかっていうのがあると思うんですけど、もうそこが枠が抜けていく第一歩なんです。だからそこに踏み込んでいくってことが大事ですね。じゃあ運気のない人は運気がある人にベタ付きなんですね。そうです。そうすると運の流れが変わってくるんです。運の高い人のそばにいることによってその運の高い人の波動が干渉されてくるので自分自身も運の波動が変わってくるんですね。そうするといいことが起きてきて、あ、はい、やっぱり運の人のそばにいれば運は良くなるんだなっていう意識に変わっていくんですよ。おー、成功してる人のそばにいろっていつも言いますもんね。そうですね。僕はセミナーの中でも言ってるのはなりたい人のそばにいろっていう。だから歴代の総理大臣ももともとは県議会とか市議会を通過してるでしょ。でもっと前はその秘書なんですよ。で秘書って 何がすごいかっていうと、ただカバン持ってるだけなんですね。でもカバン持ってるだけなんだけどずっとそばにいるので、その人が日々考えていることとか言葉とか雰囲気とかオーラとか、はい、そういうのを覗き見てきます。そうするとそれを必然的に盗む形になってきますよね。盗むっていうか、はい、いるだけで人間ってそうなるんですよ。人間ほど環境に順応する生き物はないんですよ。だから人間って超環境順応型動物って言われてるんですよ。すぐにその状態に馴染んでしまう。例えば福岡に住んでた人が東京にいる、東京は水が甘んなって言ったとしてもずっと東京に住むと東京という環境に馴染んでしまう生き物なんですよ。それぐらい環境に順応するので、今の皆さんの環境が今の皆さんの性格とか生き様を作ってるよって。だったら環境を思いっきり変えていったら簡単に努力しなくても順応するので、その環境に慣れてくるよっていうことなんですね。先生はそうやって誰かにベタ付きしたことがあるんですか？僕はそういう考え方を教えてくれた師匠がいたから、はい、それが言えてるんですよ。それが分かってそうしたタイプではなくて、いきなり師匠が現れて師匠が常にお前俺のそばにいろって意味が分からなかったんですけど、そばに居続けることでその意味が分かってきたってことですね。俺のそばにいろって言ったんですか？はい、深いですね先生。いやちょっとドキッとしましたよ。それで何度かこう体を重ねたんですか？いやそういうドキッとしたんですよ、はい、あるのかなと。いやそう思いますよね。俺のそばにいろって、はい、そういうことですよね。だって一番最初に言われた衝撃が俺の目の前で裸になって水泳しろって言ったんですよ。その時が一番超絶ドキッとしましたよ。これ完全にジャニーズですよ。先ほど先生ジャニーズ否定してましたけど。否定はしてないですけど、まあまあそうですね。だからえって思いましたよ。思いますね、はい、全部脱げと言われたんですね、うん、それはちょっと危ないですね、はい、まだそれ師匠と出会ってまだ数日後のことだったんですけど、初めて師匠を睨んだっていう時です。師匠を睨んでしまったんですね、はい、やっぱジャニーズの子たちもみんな睨んだんでしょうね。どうなんですかね。で先生はそこで素直に従って。睨んだってことは素直じゃないんですよ。睨んだことによって師匠に何かこう怒られたりするんですか？いやもう師匠はすごい顔してたんで有無を言わせない。あもうそれは怖かったです。師匠の視線はやっぱこう一点だけですか？どこを見てるんですか？いやいやお風呂ですよ。お風呂以外どこを見るんですか先生？そうですね、はい、そういう時代も先生があって、まあ、うん、師匠にベタ付きしていたことで師匠の運気が先生に移ったと。そう思ってますね自分。だから自分で、まあ、先生はなりたい人のそばに、ね、いろって言いましたけども本当にその通りですよね、うん、今日は自分の、ね、ないものを持ってる人のそばにベタ付きしろということですね、うんうん、でもそれって本当に必要ですよね。そうですね。なのでちょっと今一度ですね考えてみてですね、自分の持ってないもの、そしてそれを持ってる人のところにそばにいる。これ本当言えば簡単なんですけど、そういう人がそばにいる人はいいですけど、いなかったらどうしたらいいですか？探さないといけないです。探さないといけないですね、うん、じゃあその辺はもうルッキングフォーしていくってことですね。そうですね、はい、ということでね今日はこの辺でですねお別れしていきたいと思います。ぜひあなたのねなりたい人のそばに居続けるという選択をしてみてくださいということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。先生ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜松駅ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか？僕の市場がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。